皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー楽しく元気に爽やかにやっていきましょう。最初のコースは世界のとても難しい注目コース、走れスーパーマリオ俊介さん、クリア率 1.58% でございます。なんとなくね、名前に惹かれてやってみることにしたんですけど、スピラン系のコースでしょうかね。さすがにね、とても難しいで、半自動とか自動とかそういうことはないと思う。スピランっぽいですね。今の雲にうまく着地したらすぐジャンプしてっていうことの繰り返しでいいのかな。もうちょっとギリギリでジャンプしないとダメかな。皆さん、4月になりましたが、新しい生活はそろそろ慣れてきましたか？私はね、正直今までと全然変わらない生活をしてるんですけどね、今後の新しい出会いとかが皆さんドキドキワクワク少しの不安と織り交ざっているんじゃないでしょうか。今年がね、今年度がね、皆さんにとっていい年にいい年度になるといいですね。マリオは相変わらずトゲに刺さったりする年になりそうでございますよ。1、2のサンガリアはうまくいかないな。結構狭い隙間抜けていかないといけないんですね。20秒制限なのでそんなに長いコースではないのが救いだと思うんですが、ここのバネに弾かれるのがどうしてもうまくいかないな。どうすればいいかな。音符でうまくジャンプすればいいんだろうけど、音符の扱い苦手なんですよね。ついこの間の動画でも音符を使ったアスレチックのコースの動画出しているんですけれども、あれもかなり苦戦しましたからね。ほい、こうか、こうです、こうです。お、いいんじゃないの。なんか奇跡的にうまく来れてるけど、最後の音符でうまくジャンプできなかった。ここまで来て残り10秒、ようやく半分か。長いなぁ。20秒だけど長く感じる。難易度的に厳しいものがあるなぁ。ほい、ほい。とりあえずここが一番の難関、今のところ。今のなんで当たるの？さっきまで当たってないタイミングだったでしょ。早く行き過ぎてもダメ。それは、聞いてないよ。よいしょ。こうです、こうです。なんで遅いのかな？早いのかな？どっちだろう？皆さんどっちだと思いますか？一回目はうまくいけたんですよね。遅い？どっち？ほい。ほい。畜生め。最近動画投稿するときにあまりカットしてないんでね、もしかしたら今回も死亡シーンばっかり流れるようになってしまうかもしれませんが、それはそれということで、皆さんよろしくお付き合いくださいと。いったいったいった。言ったことにビビって音符ジャンプがうまくできなかった。なんてこったい。いくよん。そろそろ。残り8秒ぐらいまでは進めていきたいな。ほい。ここがどうなってるんだ。なんでぶつかるんだ。ほい。ほい。いったー。もう一回。音符ジャンプ。いった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 。ここまで始めてきた。残り8秒。およし。目標まで進んで右。右右右。きっとどっかでジャンプ。ジャンプ。ここは？お、土管にお邪魔して残り1秒。間に合え。間に合った。残り0秒。すごいギリギリの調整。いやー、ビビったビビった。タイム全然間に合わないんじゃないかと思っちゃった。土管で1秒出したからね。走れスーパーマリオ俊介さんのコースでした。19秒989。ギリギリだったな。Thank you.
はい、お待たせいたしました。次はこちらにしましょう。世界の難しいからにっこり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 スピードランということでやっていきましょう。 6.81% ですね。お名前がニックさん、ニックさん、ニックさんでいいんだよね。最後にもにっこりがついてましたが、にっこりが大好きな、きっと爽やかないい方なんでしょう。いいねいいねいいね。パックンでスピンジャンプで大きく飛び出していくよ。こう来て、こう来て、はい、あれ、うまく入れなかった、なんてこったい。そろそろ決めていくよ。ほい、はい、来た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 、いいんじゃないの。このままどんどん突っ走っていって、最後はパウを投げて、ファイヤーとってのペペ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 、うわお、当たっちゃったよ。これまずいんじゃないかな。残り44秒。あ、全然 OK だった。ペペペってするのかと思ったら、あれじゃできないですよね。あれ、戻っちゃった。スピンジャンプやないかーい。そしてそして、そしてそしてって言った後、その後なんていうか全然思いつかなかったんだけども、まあ頑張って進んでいくよ。ファイヤー取ってからペーペーペーってやって、ここはもう絶対当たっちゃう、しょうがない。っていうか当たらないと進めないし、どうせここで小さくなるんだから OK ですよね。 OK OK、 変わんない変わんない。で次スピンジャンプ、スピンジャンプに気をつけていくよ。右右、 B ダッシュ B ダッシュ B ダッシュ、やばい、壁ずりしちゃった、間に合うかな。あ、でもこれなんか頑張れそうな気もするんだけど、大丈夫？ヒップドロップして、上下上下にー、サンガリアじゃないのかい、あかーん。今日ね、なんかシンドラメ、うわー、これクルルインいるのかよ、あかーん。ツイッターの診断でね、実況者診断みたいなのやってみたらね、私の口癖はあかーんらしいんでね、今日はちょっと使っていこうかなと思ってますよ。いや、やっぱり似合わないな。もう大阪人の真似してもいいことないと思うんで、やっぱり私は私らしくやっていきたいと思います。私らしくってどういうことだろう。とりあえずフラグを立てたら、それはしっかり回収していくっていうことかな。あとはなんだろうな、私らしい、私らしい実況、あかーん、思いつかない。まあいいや、どんどん進んでいくよ。上行って上行って、そろそろ三段ジャンプと見せかけて何でもないところがあって、なんだっけ、この先この先クルリンがいる、クルリン、オッケー、これでゴール。10秒残してクリアしました。どなたか私らしい実況ってなんだか教えてもらえませんかね。こういうのって自分では意外とわからないもんなんですよね。ニックさんのニコ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 スピードランクリアしました。ありがとうございました。お、最後こちらのコースにしましょうか。あのトラウマ界の高太郎さんのコースがいいねランキング難しいにインしていたのを見つけたので、こちら遊んでみたいと思います。ワンブロックスピンフライトということで、クリア率 8%。 注目の難しいいいねランキングから高太郎さんのコースです。何これ、どうすればいいの。え、これで飛べるの。わっ、これで飛べるの、知らんかった。お、気持ちいい。皆さんこんな仕掛け知ってました？全然知らなかったんですけど、あのパウの使い方あれで合ってんのかな、なんか全然違うような気がする。あ、そうかそうか、コーラメットが抜けちゃってるんだ。あれは被ってないとダメと。パー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 、いや、パーパーはこうちゃんではないんだよ。いや、まあ間違ってはいないんだけどね、あながちね。パーパー、なんかうまくいけなかったけど、まあいいかいいかいいか、とりあえず進めてれば問題なしシングでしょう。というわけでボームヘイを倒して
あ、こっちか。あれ？あれ？いいのこれ。届かないよ。なんでなんでなんで？なんでやねん。どうしたどうした？今のボム兵さんはどうやって使ってあげればいいんだ？誰か教えて。まずここ登るでしょ。パッくん大虐殺してからの、またクリボー大虐殺して、ここは、もう降りていけば大丈夫だよね。と思うんだけど、あ、今のパウ投げでもしかしたら変なボム兵を、変なボム兵ってなんだろうね。踏んづけちゃったりしてたのかな。こう？あ、花ちゃんがいた。さっき花ちゃんいませんでしたよね。どういうこと？ちょっとキング。ここもマント取って同じようにウォークウェイ。え、何これ？こんなところに隠しブロックがあったけど、降りていくよ。大丈夫？信じて、右。無事来れました。からの、隠しブロックがあると信じる。っていうか、なかったらいけませんからね。それにしても、なんでこういうコースを思いつくんでしょうね、あの人は。すごいよな。ただ、才能という言葉じゃ、もう、言い表せない。マリメの神があの人にはついている。あ、こうだ。間に合った。よね。はい、中間ゲット2個目。ボス戦。なるほどね。こうやってボム兵を着火まで着火させる。あ、マントってまだ来る？よかった。ただ、このマントは攻撃だけじゃなくて防御も兼ねているんだ。パックンのファイヤーを跳ね返してやるという大事なお役目がありますね。てか勝手にボム兵があっち行ってパックン倒してくれてるんですけど、いいのかな？いけー。もうちょっと。いいんじゃない？あ、鍵取ったけど、一応まずは補充していこう。ここ、落ちて死ぬこともありそうですね。今の一方通行を超えちゃって。上登ったらゴールかな？違った。イエーイ。いやー、久しぶりにキングのコース遊んだけど、やっぱり面白いですね、キング。ワンブロックスピンフライトということで、コウタロウさんのコース遊ばせていただきました。ありがとうございました。そして、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。コース募集してるんで、皆さんよかったら、Twitter か YouTube のコメント欄に送ってください。では次回は、あなたのコースに、くるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。